今回はですね、東京の新高円寺もしくは南阿佐ヶ谷から歩いて15分ぐらいのね、うん、パン屋香味屋に行きたいと思います、うん、行きます。これはね、今回ご当地パン大全に載ってたパン屋ということで、うん、楽しみです。なんでもその香味屋さんは学校に卸してたの？そうだね。でもコロナで受注が落ちて、うん、ああ、で存続の危機に立った時に、はい、SNS 拡散の力によってまた存続できるようになったっていう最近の話があるそうで。なるほど。そろそろですね。はい。来ました来ました。来ましたね。来ました。香味屋さん。あ、いいね。ね。もうすごいチーズフランス。コンパンとかいいな。カレー。ピーナッツコルネも食べる。お願いします。415円。どうもありがとうございます。おお。形がすごいよ。かじってみようじゃないですか。かじってみましょう。お、もちもちだ。うまい。うん。うん。優しいお味。ちょっと塩入ってる。なんかそうそう塩っぽいね。ね。食べたことないんだけど知ってる味がする。うん。私が気になってたピーナッツ、ピーナッツコルネ、ピーナッツコルネ、コロネかコルネか知らんけど、ま、あうま、あ、あ、うま、あ、お、ピクルうま、あ、うまいね、口いっぱいついてる、ニューって出てる、私事なんですけどね、ちょっとバッテリーが切れてしまいましてね、メロンパンを下りが消えてしまったんで、言葉だけで言いますけど、ね、昔食べたあのメロンパン食べたいなって思った時に。口の中に広がるあの味、 あれがそのまんまあのメロンパンだ。昔ながらのっていうのがね、すごいぴったりくる、うん、 そうね、そういうメロンパンだったね。そうということで、香味屋自体は行けてよかったね。よかった、うん、やっぱああいうところをね行きたいんですよね。ね、制覇していきたいところですね。これからも行ってきましょう。それではまた、またバイバイ。